最後の最後のファンファーレが響き渡って、農林水産大臣賞典第57回同栄記念 H1 エンパイアメーカー賞。今年の総決算です。フルゲート16頭が揃いました。1番グッドグラッド、2番クラグ王、3番コスモスイング、4番コスモアジル、5番ナリタボルト、6番西野ファイター、7番ウルトラカイザー、8番何はともあれ、9番スーパーパワー、10番シルクメビウス、11番 BB ガザリアス、12番アベニンプレジャー、13番デルマコテツ、14番大爆風、15番北の一等星、16番スタンドアウト。以上の16頭。16番のスタンドアウトは黒沢真人騎手に変更となっています。さあ枠入り順調に行われて、最後に16番のスタンドアウト引かれて収まります。発走体制完了です。スタートしました。第57回同栄記念揃いました16頭。さあスタンド前に入ってまいります。先行争いに入っていますが、何が行くか。6番西野ファイター上がっていく。そして10番のシルクメビウス行きました。真ん中からは7番のウルトラカイザースタンド前に入ってきました。そして外からスタンドアウトです。あとは11番の BB ガザリアス、声援に包まれて、さあスタンド前全馬通過していきます。第1コーナー右手に入るところです。先頭に立ちましたのは6番の西野ファイター1馬身のリード、2番手に10番のシルクメビウス、前半の3波の35秒で通過しました。2馬身開いて7番のウルトラカイザー3番手、その後に16番のスタンドアウトが4番手、5番手固まって外から11番の BB ガザリアスが行きます。内を通る2番のクラグ王、真ん中からは3番コスモスイング、外を通って北の一等星です。直後に12番のアベニンプレジャーが行って、あとは少し開きました。ここに5番のナリタボルトが追走していきます。真ん中からは何はともあれ上がっていきました。あとは外の方からスーッと上がっていこうというのが13番のデルマコテツ、内の方から1番のグッドグラッド、外を通って大爆行っています。あとは開きました。4番のコスモアジル、外からはスーパーパワーです。向こう上面中央から各馬3コーナーのカーブに向かうところです。さあ先頭は6番の西野ファイター、体半分のリード。10番のシルクメビウス復活になるのか。外の方から7番のウルトラカイザー接近、3頭固まっています。3、4コーナー中間点、その外から15番の北の一等星4番手に上がっている。内の方からスルスル伸びていこうというのが3番のコスモスイング。第4コーナーのカーブから間もなく直線コースに入るところ。さあ6番の西野ファイター先頭で直線コースに向きました。シルクメビウス、そして来た来た7番のウルトラカイザー、ウルトラカイザーここで先頭に立った。7番のウルトラカイザー、さあして大外から15番の北の一等星、真ん中から3番のコスモスイング、ファン投票1位2位が上がってきた。さあ7番のウルトラカイザー、外から外からコスモスイング、さらには15番の北の一等星、しかしウルトラカイザーがゴールイン。ウルトラカイザー粘り切りました。意地を見せましたウルトラカイザー。第57回同栄記念、勝ったのは7番のウルトラカイザー。そして2着争い、3番のコスモスイング、15番の北の一等星、この2頭が並んで追い込んできました。2着争いはどうか。あとは6番の西野ファイターです。西野ファイター頑張りました、粘っています。4着入線、勝ち時計2分4秒9。オープン場の意地を見せました7番のウルトラカイザーです。5連勝で同栄記念制覇。7番のウルトラカイザー、そして2着争いがどうか。並んでいます。際どくなりました。外15番の北の一等星、内が3番のコスモスイング、その後に6番の西野ファイター、あとは12番のアベニンプレジャーです。門別グランシャリオナイター2014ファイナルレース、第57回同栄記念、勝ったのはウルトラカイザーです。これで重賞4勝目。井上ジョッキー、井上俊彦騎手、今季5つ目の重賞制覇。
同駅伝は87年のベスト4以来2度目の制覇ということになっています。そして林和弘トレーナー、同駅伝は4勝目、農林水産大臣賞典第57回同駅伝 H1 エンパイアメーカー賞、勝ったのは7番のウルトラカイザー、やりました。勝ち時計は2分4秒9、上がりのサンハロン39秒2。井上ジョッキーとともに、ウルトラカイザーが戻ってきています。第57回同駅伝、勝ち馬確定まではお買い求めの投票券、どうぞお捨てになりませんようお願いいたします。